この痛みだ。これだ、この痛みだ。みだパンツ見えそうだけど、そこめ、サムネサムネ。なんちゃらは、泣きもくろみ。あ、なるほどね。くと違いますね。おい、うわー、しまったー。さようなら、シド先輩。まあでも、あー、世界が来ちまったじゃねえの。スマイル大魔王です。学園祭で長州小力のパラパラ踊ったことあります。ゴールデン、そうそう、見に行った見に行った。やってたやってた、本当にやってた。オッケー、うん、じゃあこっちの学園祭も盛り上げていきましょうか。よし、準備2日目ね。今日行ってみようか。早速会場行こう。はい、とりあえず昨日は全員と顔合わせしたので特に恋愛っぽいことは全く起こらずってことで、パパ行ってくるねって。後で、後だよ、後だよ。変なやつがいたら梅雨晴らしてあげるからね。おいしとかいるけどさ、どうする、おいし茶化してやります。ちょっと見てみよう。ねえ、最初一人でほら一人でやってんだよ、かわいそうに。まあいいか、じゃあほっとくかって。じゃあ、ね、朝は一応、一応びっくりアテナ探しでね、この前みたいにね、びっくりするぬいぐるみ落ちてるかもしれないし。いやー、あ、見れる、一回見よっか。そうだね、朝一発目。そうだね、ジローも見れる。じゃあまず、ね、まあ、はい、まあ、メインディッシュは撮っとく。顔が一人だけ違うんだよな。ジロちゃん、ジロちゃん、おはよう、寝てる。もうさ、この人はどういう生活してんのか心配になってきて。大丈夫、生きて、生きていける、うん、ちょっと起きてる、明るいかな、起きてはいる。あー、確かに目は死んでるけど、噴水へ目が覚めますよ。壁打ち練習、あ、練習すんの、あ、そっか、ジローって練習すんだって。あ、まあ、よし、やってやろうか。手首の柔らかさを見せてやりましょうぜ。ぐねんぐねんしてさ、やってやりましょうぜ。じゃあ始めるよ。あー、はい、寝てる寝てる、目覚めるから。ここでいい成績を出したら、うん、君は天才だって。驚いたぜ。そう、ジローが目を覚ますかも。おー、いいんじゃないか。3回 ?2 回、あ、壁ができてるから、あー、じゃあこの君氷定のレギュラーに欲しいって。あ、わー、笑ってる。あ、起きた起きた、ジローが起きた、嬉しいね。何をくれる、こういう、あー、4個目の獅子同士ってバレてるんじゃん、ジローにもさ。もうなんでみんな獅子戸人形持ってんの。いやー、なんかみんな獅子戸の一軍はみんな獅子戸のなんかその精神を見習ってこうぜみたいな。髪の毛短いから素材費が安いとかね、うん、集め人形より作りやすいみたいな。さあ、じゃあメインディッシュ、あ、聞いたわ、じゃあ、練習はやめてください。あーん、なんだ、大丈夫、あれ、何かって、あー、練習だったか、もしかしてアトベと練習だったのか。あー、食ったかな。いや、大丈夫。あ、でもこれ話せるようになったな。あ、そっかそっか、消えてないから、そっか。あ、まあ、どっちがいいかは、まあ、まあ、確かに。来るやつがやる。さて、話してくれるかな。まだ俺は忙しいって。特集話題持ってなかったっけ。あ、そうだ、持ってるわ、いけるわ。お、何か用事か。あ、まだ用事がないと話しかけちゃいけない。シュートってどうやって決めたらいいんだ。違う違う、それ今日こうだよ。それ違う人。あ、坂、あ、自分で、坂木は自分で、俺は忙しい。あー、ちょっとつっけんどんですね。やったら、こちらには飛ぶ、あれ、大飛びだ、ダメだ。ダメだ。まあ、でも何やってもダメそうだね、今回は。ダメだね、どうしよう。一応学園祭の話 しとくか。あ、あ、学園祭の話は聞いてくれるっていいやつだな。忙しいのに多い人か、ごめん、ちょっと後で、あーね、あとで目を通しておくって。あ、でも一応、好感度アップしつつ、あ、話が通じたぞ。お、仕事できる女好きだよ、これは。ちょっとネクタイが揺れてますよ。攻める、攻めるな、攻めるな。まとめ編ではそんぐらいいかないとる。将来あなたのほくろ吸い込みたいに。ほくろ消しちゃいけない。このほくろがポイントなんだよ、きっと。チャームポイントは泣きぼくろっていうキャラソンあるよね、確か。アドベ様の。なんだっけ、なんちゃらは泣きぼくろみたいな。ドラゴンボール、すみません、皆さん調べてください。さあ、違うの、曲は完全に忘れた、すみません、本当にすみませんでした。あの、本当に狂気を送りつけないでください。オッケー、アトベの話終わっちゃった。どうする、大石くんで。いや、本当に言ってる、本当に言ってる。じゃあ、シシドさん行くか。まあいいんですけど、大石でいいけど、ほら、一緒に入ってんだもん、コートに。もうつけるとこねえよ。あ、そう、あ、そう、はいはい、まあ、はい、見てみな。んだよ、ほら、入っていけ。あ、あー、え、なんだ、頼むよ、頼むよ、頼む、頼む、頼む。うわー、絶妙に。こんな髪型だっけ。この時なんか、なんだ、こんなおかっぱ。
もう やっつけよ。確かに。いや、柳好きだけどさ。なんでこいつら一緒にいんだよ。おー、同じコータに入ってんの。まさか。まさか。あ、やめろ。やめるんだ。それは。ダメだ。じゃあ、行きますよ。やってるよ、おい。ダメだって。あ、ジャージ着てる。いつでも腰がちょっと浮いている。一級入荷。笑ってるもん、ほら、ちょっと笑っちゃってるもん。ちょっと痛めつけられて喜んじゃってるもん、シシド先輩。この痛みだ。これだ、この痛みだ。懐かしい。ダメだ。ああ、差し、短パン。結構危ないよ、これ。パンツ見えそうだけど。そこめ、サムネサムネ。おぉ、氷底編、サムネサムネ。おぉ、氷底編、すげえな、差し絵多いな。力入ってますね。何してんの。え、でも200キロのボール手で止めたら死ぬよ。皮むける。ケツが割れちまったぞ。ケツが。すぐ何してんの。あのジャージ似合うな、やっぱりな、皆さん。いいですね、さすがです。ペンダント、うん、試合中にペンダントだよ。確かに、してんだよね。長太郎はしてんだよね。バイバに当たるぞ。ええ、俺笑ってるバイカー、ほら、こんなに足りねえぜって。もっともっとだぜって。じゃあ犬に本気出してもらう。ウォーターホール、ウォーターホール打ってもらうよ。すみません。いやいやいや、お前が特別なんですって。カバジの働きを素手で止めねえ。そうだそうだよ、そっちの方が練習になるよ。しかし以前に、あ、一応ね、いい先輩だな。これね、まだまだ一歩ずつ褒めてあげて。まだまだだね。いや、いいコンビですよね、はい、この二人のダブルスはやっぱ熱いね。時間があるな。あ、わあ、なんか青春だ。なんかまっすぐすぎて逆に怖い。氷点の中でこの二人だけまっすぐすぎて怖い。逆ベルサイユみたいな。逆ベル。なんだ。ワンセットってまっすぐすぎて何球なんだ取ってる。ああ、でも彼らのことだから。またいらない。また行く。うんって。なんだ。いや、でもね、すごいもの。ああ話しかけちゃいけない。こいつは入れ。向かいでいい。向かいでいい。いけいけ。あ、いいね、食堂にいるキャラは話しておきたいね。そう、お前が一番癒しですわって。ほんとだ、納豆食べてんでしょ、納豆さ。匂いますよって、納豆好きだけど。あれ、日吉いたっけ。あ、日吉いたら、あのステージの上にいたわ。はい、向井先輩。まさかに、あ、ようやく覚えてくれたな。何いいんだって、最初さ、意味わかんないこと言ってきたけど。そろそろ、榊を忘れちゃいけないの、君たちは。それそれ。何監督に。お父さん。お兄ちゃん。君はレギュラー落ちだって。お兄ちゃんだよ、俺、私自身が榊って言ってたから。あ、そうだから。お前誰に榊って言ってたの。サシズ、大鳥の話題って。どうする話。いや、本読まない、こいつは本を読まないとみたい。テニスぐらいにしてるか。スタミナ強化してるか。あー、なんだよ、俺ドキーって。そんなで話はしませんって。まったく。さあ、お昼タイム、一回ミーティングか。アトベの顔見てないですね。氷底編、差し絵多いな。いいよ、この二人は今、アトベが爆走するんでしょう。もういいですけど、どうぞ、どうぞ。はい、タブレットやってくださいと。はい、どうぞ。あ、できないよね。あ、でも一配役、君どこにいんの。君さ、どこにいるか。うん。なんだ。ね、大鳥何の人か知らないよ。僕のスカットサーブを取れる人は100万円って知りませんね。やるよ。他校の部員とこう。あ、組みたい人いんの。おいしさんですか。誰誰だったら他校と。ああ、分かった。君は説明キャラになりそうになってしまったから。はい、髪の色薄いな、予定は。抜かりはね。あ、私がすんのめんどくさ。はい、バクガっていうのと、ベニーワイズさんと3人で合同会議した結果。はい、分かった。はいはいはい、なんか、はい、ネットワークで繋がってますからね。はい、Wi-Fi 飛んでますよって。はいはい、こんなぐらい言ってくれよ。ああ、いいね。はい、あ、いいよ。今じゃ当たり前だけどね。あ、君は踊るのは知ってるんだけど、大鳥くんが何をするか知りたい。はい、さようなら。君は知ってる。君はイケメンたちと歌うんでしょ。イケメンの種類が違うんだけどね。あれ、ロックバンドをエントリーした。ああ、神尾がね。はい、神尾がエントリーした。その前の扉で君顔の傷消えてませんか。そうそう、確かに。さっきので傷ついちゃったの。あ、へえ、あ、長太郎は歌う。はぁ、もう獅子さんがいるなら僕も参加しようかな。獅子はイケメンたちで歌うんだよね。太郎は楽器ができるから。ああ、そんな楽器できるんだ。俺は楽器が苦手だから。で、だからといってさ、富士戦国ササディの中には君は違うんだよな。イケメンだけどタイプが違うんだよな。ほらほらほら、そのイケメンと違うんだよ。まあいっか。じゃあ僕もボーカルユニットに聞いて。ちょろい。いや、離れ離れ。
あれや、お互いの姿を見せつけ合うタイプだ、これは。僕のガチ演奏を聞いてくださいっていうね。この人はシシドさんに叩いてもう勝手に始まっちゃってくるよ。知らねえよ、もう頭変だよ、これは。勝手にやってくれ。いや、お幸せに。ライバルは勝手に落としやってくれ。あ、これね、あ、あれね、本能寺の辺ね。俺ダンスがいい。あー、分かった、君は分かった。あと押したりがどこにいるかも分かってないね。じゃあ君はさ、はい、スキップですね。いいんじゃねーの。はい、愛してる人、愛してるんで。はい、愛してる、愛してる。お前は全部やる。カバジどうなんだろう。まあでもハムレットがローね、きっとね。料理忙しいね。和太鼓か、そっか、まだ少ないけど。和太鼓誰だ。君ではないだろう。叩く、君、和太鼓叩くの。メガネで叩く。うん、大阪といえば和太鼓殿下なんて感じ。大体で知らんけど。はい。あら。ああ、まだまだだね。別にさ。ここでハムレットやるセンスはないよな。ないよね。そうだよな、誰もわかんねえしな。ねえ、ハムレット行くか。何を、かわいい。演劇だ。はい、まだ愛したい、存じ上げたい。存じ上げております。知ってる、知ってる、知ってる。あ、若しって呼んでんだ。いい、誰、若って若し。あ、君は、はい、知ってる、知ってる、知ってるよ。はい、俺はルドルフの演劇。どういうメンタルでルドルフの演劇に申し込むんだろうね。何が起こるか分かんない。狙ってる人がいるって。いや、なるほどって。いいんだな、すごい度胸だよね。なん、ここでうっかりさ、なんか AKB48 やりますとか言ってもやるしかなかったんだよ、日吉は。いや、日吉は全力でやる。あ、まあ確かにね、日吉は確かにね、日吉はやるわ、確かに。で、みんな、みんなか。あ、でもあれか。ああ裏方でしょ。あれ、ジローがいない、ジローが。ジローはどこだよ。かわいそう。たまには一見聞いてやれよ。実は和太鼓叩きたいかもしれないじゃん。お姫様やりたい。やらせてやれよ。あ、踊んの？あ、ボレー組は踊んのか。まあ、飛ばしとけ、飛ばしとけ。早っ、以上ですね。以上です。あっさり。言われまで。以上です。早く言えよみたいな。3人あ、いや、落とすキャラが多いからな。おお、確かに。後でから行っちゃうか、妥当に。そうね。ねえ、なんか一気に3つぐらい使うイベントが起きて。ああ、そう、可能性あるね。わあ、わあ、仕事してるわ、後で。プライベートで捕まえる暇ないよね、後で。さんはさ、どこ行くんだ。オーストラリアとか行くんでしょ、日帰りだぜ。日帰りでスイスとか行くんでしょ。知ってるよ。ハワイに映画見て。お前英語喋れるか。そうそう。なる。分かってるな。どうした運営員。あ、な、運営員だと名前を呼べ。あ、何、何も逆に相談したいことがありすぎてさ、ゴージャスカフェについて。あ、いいね。逆に分かんないでしょ、入れないと。エスカルゴ。ね、なんなんちゃら風とかやれても分かんない。説明をするのはウェイターの。そもそも注文するときにさ、怪しいもの頼まないじゃんね。これだから育ちがいいみたいな。そうだよね。いや、わかるだろって。フォアグラと言ったらあれしかねえだろみたいな。あー、この芳醇な香り、これで合ってるか、ウェイター。クソ違います。クソ違います、お客様。お姉さん綺麗ですねって。あー、いや、ひでえな。シシドはできるって。シシドはやる男だよ。ジロは無理だけど。それカバジに合わせるかって。分身。分身。そう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 。はい。ダメよ、ボンボンのお坊ちゃまはね、そこの配慮が足りない。やっておけ。あ、やります、やりますよ。はい、やりますよ。終わり。はい、お使える女じゃねえかって。顔が濃いな、顔が濃いな。あご出せ、あご。やめてくれ。終わり。いいよ、はい、はい。そしてなんかまだ仕事の話だけですね。プライベートに突っ込んできてほしい。まだ早いか、忙しいか。意外とガード硬いなと。まだ話してない日吉ぐらい。あ、行ってみようか。なんだよお前、なんだ、いっぱいいるわ。お、見れるし。なん、あ、テニスかな、どうする、行っとくか。芸国一応ね、芸国。俺のことどう、日吉キングダムだ。俺のことどう思う。俺はソロ版が得意だ。おお、いいじゃん。おいおいおい、ごちそうさまです。なんだ、なんて、なんて、なんて、何してんの、何してんの。貴様キャラが被ってる。おめえこそやつって。なんでやねんって。お前は確か、あ、分かってないんだ。あ、話したことはないか。俺と同じ匂いがするの。貴殿からは。ねえ、歴史好きでね。チンは日吉に。上から、超上からじゃん。はい、やっぱ真田のことは知ってるよね。あー、なるほどね。クソ違います。恥ずかしい。恥ずかしいぞ。はい、わ、真田なんかにわかっぽいよね、なんか。こう言ったらなんだけど。まあそうだね、剣術以外はね。武術に関してはどうだろう。ガチじゃん。そうそうそう、また。いや、でも家道場だからね、真田ね。どうだろう、
型を見て当てた人は、そんなことない、ヒカチュウの人も全員わかるよ大丈夫だよいや、そう柳が言ってたら俺も受け売りじゃないかって。ああ、居合入れそうね。それは家っていうか自室で自分の部屋で居合入れしてる人だから、これ立ち会ってみないか少しは楽しめるようだね始まっちゃうよ。でかいよ、画面を占める割合がでかいよ。エンペラークローが入ってる。親父が師範、これなんかマウント取ってきたぞ。おいおい、うちの方が行けちゃってますけどって。日本に10人しかいない。これ一バトル始まるな、これな。ちょっと手合わせしようってなるよね、これ。ひよし、その握られた左手はなんだ俺に向けてる。あなたこの脇に挟んでる右腕はどうじゃないですか。リストバンド外せって。古武術でどうする。どうだ、ヒガチュウの連中もさ、古武術使うんだっけ。いや、カバジには負けるだろ。確かにな。あ、靴には、うわ、靴はダメ。言うな、やるか、やるかこそわが私たちを受けてみるがよいって。頭上の視聴性は見えるか見えちゃった、見えちゃった。あれは視聴性、もう絶対やり合うよ、これステージでやったら。テニス、ああなるほどね。テニスで勝ってよマウント取ってんだよ、テニス以外で。負ける気はしない。おお、やっちゃってくださいよ。おい、やっちゃって、やっちゃってよ、おお、やってくれよ、ステージで。おお、ほら、怒った怒ったよ、ほら、こうやって銀ちゃん怒っちゃったよ。どうする。じゃあプールで。プール。おい、あなたこそ俺に。いやいや、すごいな、バチバチやね。バチバチだね。おお、やっちゃってくださいよ。差し入れないかな、差し入れ。はい、ね、これ作っとく。あ、これもサムネにしたいなって。背後から頸動脈が一撃だぜ。一撃だぜ。いやいやいや、入ったら即殺だよ。私のために争われて。ポカンってなる。そのぐらい、あ、そっちにね。あら、どうしたの、助けてあげたの。はい、まだまだ部が悪いって。そば目がどうしたの。あー、なるほどね。助けてあげ。うん、助かった、冷や世界だぜって。これ以上続いてたら危なかったぜって。膝が笑ってやがる。膝が、あと5秒が限界だった。ほら怒っちゃったよ、ほら、ケンちゃん怒っちゃったよ。どうする、こんなに汗をかいたのは久しぶりだありがたい。達人の間合いでマスタースペーシングで。ああ、もう本当だよね、あれはいけないよ。本当に強い人は強さをひけらかさないんですよ。お前誰に喧嘩売ってるの。わざとやってるらしいし。あそこまでちょっと面白いじゃないか、日吉は。ああ、挑発に弱いんだよな、真田はな。意外とちょろい、ちょろいんだよね、真田は。俺にあっち向いてほいで勝てなきゃダメだってさ。やりましょう。ちょろいんだ、乗せやすい。はーい、いや、お父さんからかってやったらね、からかってやったら、ね、あうすっげえ、キエーって、よしよし、キエーはーい、まあ面白かったよね、ごちそうさまでしたと。話せの、真田さんいないから。確かに今怒りでメラメラして木を一本ずつ切り倒してるところでしょ。いないか、いないか、残念ですね。でも今話した扱いだから。あ、まあそっか、ちょっと違うやつ、うん。押して、足が重いな。押したり読みただけで半笑いになるのやって。見れんの？イベント多いな。山吹のあたらとイベントめっちゃ多いな。話、たこ焼き焼いてんでしょ？銅板やねんがなって言ってんでしょ？もう、いきなりのコメントだよって。うん、分身してるしさ。しれっと分身する。すって。バレたバレた。自分かっていうの、 あっちの人みんな。なんや、チンカね。どちらに、あ、テニス広場や。あ、ラケティック。ラケティック広場だよね。見せてやるよ、はい。心を閉ざすの。いいえね。断るのありなのかね。あ、ただアイテム集めでしょ、多分。まあやってそうはないです。まあね、ボーリング、ああ、最初はテニスボール、大石みたいに一発目からボーリングの球投げてくる常識。ああ、ほら、ロロちゃん押したり。君は面白いぞ、面白い。ああ、嘘、こんな持ってんの。押したり、この人形持ち歩いてたの。おい、面白いじゃないか。あ、ボケ、元ボケね。ああ、ジルちゃん、なるほどね、さすが関西人、モノボケでぬいぐるみを投げてきたと。やるじゃん。1ミリ好感度上がってる。1ミリだけど。でもこの顔でぬいぐるみ持ってたことに関しては触れないけど、ちょっとちょっとあれだけど。カバジ、俺の人形どうした、さっきシシドさんが。おしたりさんが持ってきた。何ねえ、豊富だな。どうすっかね、ほんとこそ邪魔が入らない。そうだね、でまだ話してくんだから、ほら、あ、見れんの、みんな見る。豊富だね。これでイケメン組のメンバーが全員わかるか、見た話かな。あ、見た話っぽいから。知らねえのが一人です。これって
これ佐々木小次郎じゃん。はい、ああ佐々木じゃなかった、佐伯だった、すいませんでした、佐伯ファンの皆さん、佐伯でした。俺知ってんね、うん、あ、この4人か、歌うのは4人と。じゃあ話すか、話さ、話さ、はい、歌うまいんですかって。シシドのキャラソン聞いたことないな、あの全員で歌ってるやつしか。シシドうまい、歌うんですか。ああ、運営委員か。はい、ダメだね、ダメかな、千代太郎。あーでもこれ特訓、ど特訓シシド先輩言ってたから、どっちの方がいいの。どっちでも、どっちでもいいけど、まあ前から温めてた。あー、そうね、はい、うん、見てたんだって。見てたのか、それはそうで、そう、なるほど、だけなれやってたね、入っていけません。そうね、あー、あれは見るね。あー、そっか、そういうタイプ、そうか、うん、そうか、水だって髪伸ばしたらいいと思います。それなのにこんないろんな学校が集まってる中で特訓しますかって、意外とちょっと見てほしかったね。俺こんなすごいことやっちゃって、謝らないでくれ、クソダサだよね、クソ、あーかっこいい、シシドかっこいい、おじるわ。あー心配ね、はい、心配心配、怪我を恐れてたら、いやー、行き過ぎなとこもあるけども、はい、その辺は心得て、本当にか、心得てないよね。そうか、その額の傷はねえ、血吐くまでやってんじゃないですか。はい、あー、なな、何この先輩傷だらけ、結果でもしてんのかなって今まで思ってたんだ。いやいやいや、ダメだよ、泣いちゃいけないだよ、ダメだよ、どんどん悪くなってくよ。まあ、だから怪我してる俺かっこいいって言うと中2、中3のね、中2班的なとこがあるんだね。じゃあこれ、高校1年生で入ってきたらやべえやべえやつ、やべえ、入ってきたね。しかもテニス部だってよ、そうそうそう、あの評定のね、テニス部から上がってきたんだけど、しかも1軍だって、おいってなるよね。みんな知ってんだろうけどね、OB のね、うん、今高1、高2、高3の人はさ、さあ、どうしよっか、ちょうだろう、だって大体みんな話したもんね、まんべんなく。どうだ、ちょうだろか、かちょうだろくん、うん、あれ、特訓の話題、こっちにも使えるのかな、どうだろうね、うん、実はちょっと手抜いてあげてるんですみたいな、うちの部の担当の人だ、名前は覚えてくんないと、いい、佐賀木が覚えてください、覚えてくん、あ、本、いやー、そういうことか、じゃあ使えないな、まあ、今度はだけ、ね、ロード・オブ・ザ・リングが好きらしいじゃん。だから呼ばれてる、今練習してんだよ、シシドは、呼んでねえよって君は何を言ってるの、逃げの口実に使う、いくらなんでも好き好きオーラが好きさて、じゃあ出し物は決まった。あ、あで2回花、まあ、アトベイは一個一緒にいいじゃん、ハムレット、美味しい2人が、ね、いいよ。あ、何してんの、あ、お前は下で、おめえがなんか舞台に上がるに早すぎる、ね、はどうせあれ、アトベあれでしょ、スキップできるやつだよ多分、これハムレットだ、ハムレット、どれ、大志くんが、で、大石がなんじゃらっていうね、この後かな、できない、この後じゃない、最初だけ多分あれだから、ま、あはいはいあ、ユータいたな、忘れてた、ユータいたわ、そあ、ヤギュー、ヤギューとかいたな懐かしい、はるか、ぼう、はるか昔の物語、なんだよ、で話せんの、話せるね、話せるか、行ってみるか、どれ、はい、どうで、主役になった気分をお聞かせ、お聞かせくださいって。俺はいつだって主役だ確かに、はい、アトベ先輩、あ、主役おめでとうございますって、なんだお前か、見てたか俺の話し合いよって、うん、今ちょっといいですか、はい、あまり時間は取れないが、まあ、あ、あ、まあそうだ、話し合ってる最中だしね、いやー、どうしよう、どうしようか、忙しいからね、本日ハムレットすらない、そうだ、そうそうそう謎解き、あ、ダメか、あ、いけるか、くだらねえこと言ってないで、あー、うわ、ダメか、ちょっと今のタイトはお父さんに言ってきた、そうね、報告ものですよ、下がるか、あ、上がるんだ、あ、なに、俺とちょっと砕けてくれようとしたみたいな、なんで意外と、なんで意味わかんねえな、そんなーつちゃ、パパトゥルルルル、パパどうする、あ、じゃあ、もう特殊は使っちまおうか、あ、そうだね、大鳥、そうだよ、大鳥、大鳥って話すよ、そう、大鳥と取り合うのかな確かに、いやどうなる、結構天然だからな、シシドが、長太郎よりね、シシドの方が天然なんだよね、多分、別に構わねえ、はい、じゃあ大好きな大鳥くんの話でもしてあげてさ、なんかすごい薄い本っぽいんですけどそうねえ、やっぱ天然かい、天然だら、いや結構天然だら、この人はな、違わねえけど、ああ別に否定することないよ、別に何でもいいよ、仲良くいいじゃん、別にそれはそれでね、ああいや大したね、全国の女子がちょっと気になってるんですけど、マイクオンにしていただいて教えてもらえませんか、ああ、え、こんな気
聞くこともないけど、本来人に言うことじゃない。感じてるんだそれは。依存しすぎじゃないかって。まあ可愛い後輩だけどね、うん、まあ来年 ねいなくなっちゃうしってね。そう言ってくれるのは嬉しいけど。ああ、まあ、あっちも天然だから、天然対天然の戦いみたいななるほど。まあね、しかも自分をね、落ちこぼれそうになった自分をねレギュラーに引き戻してくれた男らしい。お前がレギュラー落ちるかって言われた時はい構いませんって。そうね、いいかげだもんね。すごいよね、俺が代わりにね準レギュラーに落ちますぐらいの。そりゃあね、絆はあとゴールデンペアより深いかもしんない。多いし、エイジより深いかも。どう別にいいよ、君たちどうでもいいよ。どうでもいいよ、どうでもいいよ、分かってるから、そんないいよ、気にしないで、いいんですよ、はい。ああ、それはね、羨ましいところあるな。ポッお父さんと私も結構戦うんですけどね。お母さんを取り合ってって。あれってああ。確かに、そりゃそうだね。大丈夫、日吉キングダムで生き残っていけるかな。胃を痛めないか、長太郎は来年。カボジがやばいことある。コマンダーを失って。どうせ後頭部連れてかれるんでしょ、カボジも。なんで今、あれカボジ今日もいねえなとか言って。はーい、いいよ。で、なんだってで、以上かな。あ、そっか。あ、そっか。おいうわー、しまったー、嘘だろー。いや、そうか、こう来る。さようなら、シシド先輩。まあでも、シシドならいいな。いいな。あ、一回やろう、一回やろう。嘘。いや、ダメ。あ、ダメ。てめえ、この野郎。てめえ、上げて下げやがって、二度と話しかけてやらねえ、てめえには。なに。おめえ、この野郎。絶対許さねえよ。シシド人形全部捨てろ。ああ、許さねえ。捨てろ、もう。ここもあんだね。ここも持ってんだ、こっちはさ。おー、おい、おい。あ、いいよ。あ、そう、いいっすよ、っすよ。はい。君がそういう態度取るなら、こちらにも。いやね、そう、手もあるぞ。また、レギュラー落とししてやろうな。うわ、きつな。来てるな。いや、アトベの方が高いね。ちょっとそろそろ、日吉とか、ぐらいでなんか、ちょっとバランス取ったら、ね。そうだね。シシド行き過ぎたか。うわー、気をつけよう。シシド話しかけたくなっちゃう。そうなんだよな。じゃあ、明日も頑張るか。おやすみー。